皆さんこんにちは。今日はね、我が家のパソコンをご紹介するわ。まあ表題にもねある通りね、 Mac と Windows、 この2つのパソコンがね、世界の大体半分以上占めているわ。シェアはね、 Google 先生によるとね、 Windows の圧勝、世界で8割使われているのがね Windows マシン、対して Mac のシェアは 10% 少々でね、使った感じをね私なりに言うとね、 Windows と違ってね、 Mac のね閉じたり、ね、大きくしたり小さくしたりするボタンは、ね、左にあるわ。 Windows は皆さんご存知の通り右にあるわ。そしてね、Windows の場合ね、こうマウスをね下に置けばね下に下がるじゃない。ところが Mac はね、こうやってね上の方にカーソルすることでね下の方に下がっていくの。これがね、なかなか Windows ユーザーで慣れた方はね、これは最初違和感あるわよ。それとね、Windows でね、オフィスみんな使ってるじゃない。私もね、Windows マシンにはね、ちゃんとオフィスインストールしているわ。ここら辺あるでしょ。Word、Excel、Access、PowerPoint。素晴らしい機能を持ったソフトよね。Mac もね、オフィスはあるのよ。あるけどね、私は買ってないわ。なぜならね、 Mac にはね最初からね入ってるソフトがあるよ。それを紹介するよ。まずワープロソフトのねページーズ、これがワープロソフト。それからね、表計算ソフトのねナンバーズ。この前ね、このナンバーズでね書類を作成したんだけどね、 Windows のね Excel よりね30分、つまり2倍かかったってことよ。あとね、 PowerPoint、 これはナンバーズだね。 PowerPoint もどきのキーノート、これでプレゼンなんかができるわ。みんなは Mac、Windows どちらを所有してるのかしら。そして Mac ユーザーはどれぐらいいるのかしら。コメント欄で教えてちょうだい。まあ結論を言うとね、どっちでもいいわ。だけどね、 Mac にはね上品さというかおしゃれ感が満載。スタバにいるおしゃれな若者は Mac を使ってるものでしょう。この前の動画でもね調査した結果いなかったわ。あれは都市伝説だったのかしら。まあ何やともあれ、チャンネル登録数も94人まで来たわ。ここまで来たら100人を目指したいわよね。皆さんご協力お願いします。以上です。